ブラウニーチャンネルをご覧いただきありがとうございます。おさむです。今回ご紹介するのはアタの新作ロングシャツになります。新作って言ってもこちらはですね、もう大人気商品というか継続の、スビンコットンのロングシャツですね。でこちらは、同型なんですけども、この AW の新作、はい、ループツイードと呼ばれる、非常にこうなんでしょうね、温かみのある、個人的にもう超超大好きな、はい、アイテムなので、こちらゆっくりねご案内していきたいなと思いますので、今回も最後までどうぞよろしくお願いします。はい、というわけで、前回ねちょっと、商品のねもう物撮りで声だけ載せておしゃべりしたんですけど、まあ、ちょっとねいろいろこの、ブラウニーチャンネルもねなかなかね登録者やっぱ増えないんですけどYouTube 難しいっすね。はい、あくまでやはり商品が分かりやすく伝えられたらいいかなという、基本に立ち返ってね、今回いつも引きのこういった動画にしております。はい、で早速アタのね、こちらのロングシャツご紹介していきたいと思います。まずはやっぱりね、このもうアタの定番にしてもうブラウニーギフトの、大人気商品と言いましょうか。はい、スビンコットンロングシャツと言います。スビンコットンっていうのは、インド綿ですね。インドの、南部に属した地域で確か、栽培されて、紡がれたコットンですね。一つこうスビンコットン、アメリカでいうと、スーピマコットンですとか、はい、あとはね、エジプトギザコットンだったり、いろんな長々綿って呼ばれるね、繊維質の長くて細い糸っていうのがあるんですけど、こちらのスビンコットンに関して言うと、やはりこう繊維が細くて、でかつ丈夫でしなやかという、はい、そういった特徴がある糸です。でそちらをですね120番手、ちょっとこう高級な男性用の、ドレスシャツをイメージしてください。つるっとした、はい、そちらを総仕上げで、作ってるというですね、非常に、贅沢なロングシャツです。はい、で見ての通り、身幅ですとかアームも非常にたっぷりと贅沢にですね糸を使っておりまして、今回はですねちょっとこうブルーグリーンというか、非常にまたね色合いが、これねカメラ寄せてもあれかな、はい、ちょっと引きますか。はい、この色味がね非常にいいですよ。で特徴としては、この横の萩を使ったサイドポケットがあったり、こちらのね、袖先はカフスがなくて、もう袋状の、非常に口も広いです。はい、20センチ弱ぐらいある口なんですけど、こういったとこを折り返したりとか、ちょっと動きを持たせて着るのが、このアタのロングシャツのおすすめのコーディネートですね。着用動画の方でね、なんとなくそういう雰囲気が、伝わればいいかなと思います。またそちらの方チェックしてください。あとこちらですね。はい。ループツイード。はい。ループツイードロングシャツと言います。ウールナイロン、レーヨン。あとですね、ポリウレタン 2% ほど入ってまして、重さはなくですね、かといってすごくこうストレッチ性が強いというよりは、生地感にね自然なちょっとこう柔らかさを出すために、ちょっとポリウレタンが入ってるのかなという印象です。
うっすらとしたこう起毛感がありつつですね、ちょっと表情的にはね、なんて言うんだろう、これもね、寄せて見えるかな、どうかなっていう感じなんですけど、はい、もうね、ちょっとこうベージュがかったような独特な色合い風合いがですね、とても素敵で、まあアイテムとしてはさっきのシャツもそうなんですけど、薄手のコートのようにも羽織れますし、この上からですね、まあレイヤードしてもらってベストだったりコートだったり、まあショート丈で、ね、ちょっとゆったりとしたシルエットのアウターであれば、なんかこうレイヤードもすごく様になります。なんかこう、あたというとですね、まあ、あの、マキシコートだったり、結構ビッグシルエットのアイテムっていうのが非常に特徴として挙げられるんですけど、あの、前半でも言った通り、ブラウニーギフトのもう大人気、まあ、大ヒット商品ともいう、このですね、ロングシャツ。ちょっとね、袖通したことないよっていう方は、ぜひ、これね、手にしていただけたらな、思って今回動画にしました。ブラウニーギフトのオンラインストアの方にすでに掲載しております。はい。あとまたね、この動画の方を見てもらって、細かなね、商品のディティール、こういうとこどうなのかな、なんていうことあれば、ね、コメントからいただいても結構ですし、ブラウニーギフト、インスタグラムもあります。そちらの方にね、DM いただいても結構です。まだね、8月のこのね、シーズン立ち上がったばかりですけど、素敵な商品が続々と今入荷しておりますので、ぜひ、チェックしていただければと思います。というわけで、今回はこちらのアタ、はい、ロングシャツをご紹介させていただきました。動画ご視聴ありがとうございます。